カーリターダーの制動下駄が車輪を両側から挟んで制動している。スイスのリンマッタル操車場にて、カーリターダーの一種、ダウティユニット。車輪がピンを踏み下げるときの抵抗で制動する。リンマッタル操車場にて、カーリターダーは、貨車操車場に設けられ、転送する貨車に、地上側からブレーキをかけるための設備である。軌道に沿って配置された制動を空気圧、または油圧によって、 車輪の側面に押し付けることによって制動するユニオン式とレールの内側に設置された油圧ピンを車輪のフランジが踏み下げて減速させるダウテ式がある。かつて JISE3013 鉄道信号保安用語では軌道貨車制動装置と呼ばれていた。ハンプヤードにおいて仕分けされる貨車はハンプの急な下り勾配で加速されて転送する。貨車は車輪や軸空気の抵抗。 向かい風の抵抗などのために徐々に減速しながら、仕分け線まで完成で走り続ける。この抵抗に比べて、ハンプによる加速が十分でないと、貨車は仕分け線の途中で立ち往生し、3点の能率を害することとなる。そこで、ハンプの高さは、想定する最悪の条件のもとでも貨車が仕分け線まで転送できるような値に決められていた。従って、通常、 ハンプから3点される貨車は目的の仕分け線で安全に連結できる速度よりも大きな速度を持つことになる。このままでは3点される貨車が仕分け線をオーバーランしたり、すでに仕分け線に収容されている貨車に激突したりする。そのため以前は転送する貨車に校内作業係が転乗し、貨車に備えられたブレーキを操作して貨車を減速させていた。この作業は危険でもあり。 非効率的でもあるため、転送する貨車の減速を機械化するために、ハンプから仕分け線へ向かう軌道に、カーリターダーが設置される。カーリターダーは、1918年に、ドイツで、1924年に、アメリカ合衆国で使われ始めた。日本では、1937年に、新鶴見送車場に2機が試験導入されたのが、最初である。新鶴見送車場に設置されたものは、 1945年に、戦災によって、使用停止になり、その後撤去された。1949年から1950年に、かけて、試験結果を踏まえて改良されたものが、新鶴見装車場に16機設置された。日本では、この後、各地のハンプヤードに、カーリターダーが普及していった。1970年には、リニアモーター方式の加減速装置も採用され、 富山奏車場に設置された。現在、日本国内では、京葉臨海鉄道千葉貨物駅にダウテ式が残るのみである。ありがとうございます。